風が涼しい。3時間の結構なきつい登り。3分の2くらい来たかな。思ったより早かった。草滑りという名の滑りそうな急傾斜を3時間。このコースの花の主役は高根群内風露。星ガラスが姿を見せてくれました。こっち向け、おい向いた優しい声で泣いてる。もっとギャーギャーと嫌な声で泣くらしいんだよね、本当は。あ、かわいい。あ、これだよこれが普通の泣き声だ。小太郎尾根に出るむき出しの山々のこの迫力。白く輝く孤高の風格、貝駒ヶ岳。南アルプスの女王、千条。大きい、優しい。頭を雲の上に出し、穂高よりもバッチリです。中央アルプス北岳に向かって気持ちいい稜線を行く。あ、富士山と一緒だ。いいね。絶滅危惧種のタカネマンテマを発見。これに会えたのは幸い。ミニーのラグビーボールの先に小さい花。北岳山頂はもうすぐ。7月20日10時15分頃、北岳3193メートルいました。2番目に高い北岳から1番の富士山を。北岳山荘に向かって下山開始。ここで稜線から外れて八本刃の来る方向に降りる。岩壁に沿って北岳山荘へ向かう。高山植物が非常に豊富なルート。三山塩釜、千島義橋、信濃金梅、太釣り扇、三山小田巻。今日は余裕の撮影三昧。こんなにたくさんの高根なでしこを見たのは初めて。木花の駒の爪。
ライチョウの大家族に遭遇。親の元へ早く行け。牢屋大変だ、まとめるのが。日本一長い3000メートルの稜線を行く。綾野岳の山頂に来ました。一番奥じゃない。風がちょっと強いがいい天気です。これから挑戦の納取岳。藍野岳は大きい、ゆったりしている。納取小屋から西納取岳を見上げる。西納取の山頂。まだまだ頑張ります。いや、この方はね、100名山やって200名山もねあと30だけだっていうすごい人だよね。でもまだ若い若い。私から比べたら。いやいや、じゃあ、はい、どうも。いただきます。本当に、いや、まだまだ。西納取から納取岳まで1時間。憧れの納取岳、ついにやりました。ここからの北岳は、なんともかっこいい。この塔はここで下りの入り口が分からず遭難した若者の遺族が建てた銅標。ここから大門沢小屋まで標高差1100メートルを一気に下る。3時間の地獄の下り。3000メートルから降りてくるんだからやっぱり無理なんかね。年齢の違いだけじゃない厳しさだな。よし、あと2時間頑張ろう。最後の1日、奈良田バス停まで下山。この小屋に泊まった人5人全員で一団となって降りることにする。昨夜からの雨で増水している川を何回も渡るのも非常に不安。雨の中5人無事奈良田に下山。温泉で汗を流してこの縦走路の達成感に浸る。リーダーの姫路から来た山男さん、名古屋の女性2人、小山のベテランさん、協力ありがとう。